PEGI 3Soccer fans. Today, we're going to meet the creative producer of the PES franchise, Mr. Shingo Seabass Takatsuka, and ask him what the core concept of PES 2012 is. So, don't miss it. The new game, including the common theme of our youユーザーから期待されているのは、思い通りのサッカーを実現することです。ユーザーの意図を、ダイレクトにピッチ上で実現できるゲームを目指しています。そのためにですね、2021では、全方向ドリブル、またマニュアルパスなどに力を入れました。それによって、選手個人に関してはすごく自由なプレーを提供できたと思います。ただし結果としてはですね、ディフェンスに詰まってしまうと、一人で抜いていく展開が多くなってしまうかっていうことが、我々のちょっと残念なところであり、つまり展開については自由になっていないんではないかと、そう思いました。で、これは我々が目指す本物のサッカーとは言えないのではないかと。サッカーでは一人で攻める、チームで攻めるっていう、2つの選択肢があるはずですよね。2012ではまずチームで攻められるように改良を始めたんですね。チームで攻める場合、重要なのは何か。それは味方のサポート、つまりオフザボールですね。そこにまず重点を置きました。2012の改良点の一つとしては、自分がトラップする前、そこからすでに味方が反応してくるようになってます。それによって、ワンツーの状況でも、3人目の選手が動き始めて、かなり自由度が広がっていく、そういう